島先輩ってお兄ちゃん相手だと結構喋るんだね。一人でいることの多いミステリアスな人だからどんな人なのか知らなかったんだ。運動神経抜群だし勉強もできるし優しいし、何より顔がいいから人気はあるんだけどね。寄りつけない壁みたいなのを感じるんだ。孤立っていうよりも孤高って感じで。それはそうと、湯田先輩から聞いたけど茜先輩が契約者なんだってね。でも正直信じられないんだよね。茜先輩とすみれ先輩ってシンデレラと小悪魔って言われてたんだ。乙女チックで清楚な茜先輩とクールで魔性なすみれ先輩。茜先輩は朗らかで優しくて、人を傷つけたり誰かを恨むような雰囲気の人じゃないはずなの。小悪魔って言われてたすみれ先輩の方がまだ悪魔と契約してるイメージができるくらい。茜先輩に何があったんだろうね。もうちょっと詳しく調べてみようかな。人間は好意を持つ相手といると欲求が表面に出やすくなりがちだ。ギンギンギン、今日は恋愛に関する例え話でお前の欲求をあらわにしてやろう。好きな相手がいて告白したいと思っている。お前はどうやって告白する？告白をしたら、今は恋愛をする気持ちになれないと断られた。さて、どうする？その後、恋人ができたお前はデートでレストランに行く。案内されたテーブルでお前は相手をどこに座らせる？恋人はもう食事を終えている。だがお前はまだお腹が空いている。さて、どうする？恋人と考え方や価値観に不一致があったとき、どう思う？お前と付き合っていることを恋人の両親は反対してるらしいと噂で知った。さて、どうする？テーマパークのデートで恋人は何十メートルも落下する絶叫系のアトラクションに乗りたいという。お前は高所恐怖症で足がフラフラ。付き合うか？ベンチに座ってパレードを見ることにした。お前が席を外して戻ってきたら、恋人が自分よりもルックスのいい知らない相手と親しげに話をしている。そいつは恋人の何だと思う？相手と恋人は幼馴染だった。今度二人きりで会うらしい。どう思う？午後9時、デートの後の別れ道。恋人は名残惜しそうにお前を見つめている。さて、どうする？恋人と倦怠期で口喧嘩をするようになった。ストレスで最近寝つきが悪い。さて、どうする？ある日を境に恋人にメッセージを送ってもスルーされるようになった。どうしてこうなったんだと思う？恋人の家を訪ねると、いい学校に進学させたいから勉強に集中させたい、別れてほしいと親に告げられた。さて、どうする？その後、恋人から「君のことは好きだけど親に反対されてるから別れたい」と
泣きながらの電話があった。さてどうする？色欲に関する質問が多かったのもあるが、お前色欲の欲求がかなり強いな。まあ色欲の活力がきっかけで成長し得られる利益もある。これも有用で大切な欲求だ。変わらず自分の欲求に正直でいればいいさ。共感の力に眷属の刺激、副長さんの力は確かに強力です。でも俺だって負けませんから。武術は優吾さん、義理の父親が教えてくれたんです。でもまだまだ未熟で自重するところもたくさん。優吾さんに近づけるよう研鑽して、俺はもっと強くなります。あんたと戦う時が来ても余裕が持てるように。そんなことはありませんよ。もっと頑張って強くならないと。ソラさんの期待に応えられるように、ユーゴさんに近づけるように。こんなこと副長さんなんかにする話じゃなかったですね。高木さんでしたかな。残念ながらそれはできません。私清水君と話がしたいだけなのに。であればその手のものは不要かと。だってこうでもしないともう見てくれない。話すらしてくれないんだもん。こんなおかしな状況だから、何があるかわからないから、もやもやしたまま死んだらって思うと。せめて清水くん、あなたにちゃんと聞いてみたかったの。全部嘘だったの。愛してるっていうのも、私に向けた笑顔も、女性が苦手だけど私は違うとか、ずっとずっと一緒にいたいってくれた指輪や約束も、結婚したらどういう家族が理想だとか、いろいろ話したよね。来年のクリスマスの予定のことも。嘘じゃなかったとしたら、私を嫌いになっちゃったの？何かがダメだったの？ねえ、どうすればよかったの？それとも今も私の気持ちを試してるの？本当に清水くんのことを愛してるか心配で距離を置いたの？ねえ清水くん、私わからないの。突然バイバイされて連絡も話もできなくなっちゃったらさ。ねえ、答えてよ。ねえ、わからないよ何もかも。教えてよ、私どうすればいいの？よかったの？合わなかっただけだよ。恋愛ってさ、気持ちの買い合わせなんだ。思いの形も重さもぴったり合わないとはまらない。君の思いは合わなかった。重すぎたし、純粋すぎた。続けるのは無理だと思った。私、そんな純粋じゃないよ。重くならないようにも頑張るからさ。
そうすればもう一度。無理だよ。貝殻の形は変わらない。はまらない形のものは永遠にはまらない。それが自然なんだよ。無理に形を変えたって心が歪むだけ。誰も幸せにはならない。でもそんな。だから終わらせた。接点があると君を苦しめると思って距離を取った。そんなことないよ。頑張るから私。それに仮に別れても友達に戻ればいいじゃないね。だからこれだから別れた人とは話したくないんだ。え？わからないの？俺が嫌な思いしてるって。好きならなんで俺が嫌な気持ちになるようなことをするの？それは愛してるから。だから諦められないんだよ。執着を愛だ恋だって言葉で聞かざるのずるくない？自分が傷ついて捨てられるのが嫌なだけなんじゃないの？君は自分が好きなだけなんだよ。清水君こそ人を傷つけてもてあそんで自分勝手のくせに。いろいろよくわかったよ。あなたみたいな人好きになった私がバカだった。ユーゴさん、守ってもらってありがとうございます。あと、すみません。気になさらず。傷つける気はなかったようですし、私が居合わせなくても変わらなかったかもしれません。それに謝るとすれば私にではありませんしね。ユダ君と副長さんにも変なとこを見せちゃったな。少し前に付き合ってた子、茜ちゃんもそうだけど、こういうことが多くてさ。まあ好きな人から突然振られて連絡もバッサリ途絶えたらそうなるのが普通だよな。分かってるならどうしてそんなこと。なんでだろう。突然無視されて連絡がつかなくなること。俺も初めて付き合った人から似たようなことをされたことがあってさ、つい同じことを誰かにしたくなるんだ。わかんない。本当なんでだろう。俺なんでこんな奴になっちゃったんだろうな。俺からすればわかんないのが不可解ですけどね。あんたがただクズってだけじゃん。茜先輩は確かにおかしいよ。でも原因があんたのそういうクズさにあるんだったら、巻き込まれて死んだ他の部員の人たちは浮かばれないよ。あいつらが殺されたのも俺が悪いって言いたいのか。自分の胸に聞いてみなよ。クズでも多少の罪悪感くらいはあるだろう。ち、新生徒会の副長さんでしたな。深夜がお世話になっているようで。深夜は不器用ですが
素直で根は優しい子です。懲りずに仲良くしていただけると。物質と B 区画の霧が晴れましたので、私は設備の確認をしてまいります。深夜、空から何か頼まれているようですが、無理も無茶もしないように。はい。空も私も心配してしまいますから。ありがとうございます。霧の中の探索を進めましょう。 B 区画から霧に覆われている C 区画に入れるはずです。ユダ君、副長君、清水先輩が迷惑かけたみたいでごめんね。清水先輩から聞いたんですか？うん、あの人本当クズだよね。あれで一部の人からは王子様風にもてはやされてるのが不思議で仕方ないよ。もう少し賢く分かれたり、引っ掛ける相手選べば痛い目見ないのにね。嫌な気持ち？なるかな。許されないよね、ああいう男。もっと痛い目見た方がいいと思うよ。清水先輩はさ、恋愛は買い合わせだってよく言うんだ。どうせどこかの女の子の受け売りだと思うけど、私は恋愛はボタンと穴の掛け合わせだと思ってるの。貝殻は噛み合わないと綺麗にくっつかないけどさ、ボタンは掛け違えてもくっつくことはできる。シワが寄って不自然な形になるけど、シワさえ無視してごまかせれば、みんな誰とだって恋愛ができる。妥協して付き合ったカップル、愛情のない結婚生活、肉体関係だけの2人、そういう実例が証明。そうして不自然にボタンがかかっちゃうと、他の場所でもボタンと穴がずれ始めるの。だから運命の2人がいたとしても、どこかで掛け違えたボタンのしわ寄せで噛み合わなくなっちゃう。どんどんと組み合わせがずれて、ずれるたびしわ寄せが大きくなって、世の中はしわの寄った不自然な恋愛であふれ返ってる。私と清水先輩もシワの寄った不自然なカップル。だからこの関係がどうなっても平気。あの人は過去の恋愛の傷跡をごまかすために。私は本当に好きな人への不自然な気持ちをごまかすために、私たちはお互いの苦しみをごまかすために一時的にシワ寄せ合ってくっついているだけなんてね。
恋愛のことはわからないです。でも自然がいいわけでも不自然が悪いわけでもないですよね。不自然だから不幸というわけじゃない、不自然だから許されないというわけじゃない。え？かけ違えてもボタンがかかるのは恋愛に限らないから。俺も不自然な組み合わせを知ってるから、それに救われたから。自然だったものよりずっと幸せで尊いこともあるから。ボタンをかけ違えることが悪いことばかりじゃない。自然であることだけが正しいわけじゃないです。卑下することじゃないですよ。スミレ先輩の言う不自然な気持ちっていうのもきっと、ってすみません、ペラペラと。ううん、ありがとう。そうだよね、不自然だから不幸ってわけでもない、不自然だから許されないわけじゃない。私の本当の思いはともかく、清水先輩との関係はそんないいものじゃないけどね。ところで宇田くん。はい。照れてる顔も綺麗で可愛いね。からかわないでください。顔色が優れない様子。保健室に行かれるのを勧めているに過ぎませんよ。顔色が優れない？息子さんに少し乱暴に可愛がられたからかな。うん、下級者次第ではありますが、ご用事は私が代行することもできるかもしれませんよ。紳士的、嬉しいです。でもきっと無理なお話だと思いますよ。茜先輩、噂をすればだね。深夜くん、はあ、困っちゃうよ。ちょっと清水先輩を冷やかしに行きたいだけなのに、寄ってたかって邪魔をするんだもん。でも障害が多い方がロマンチックだから許してあげる。話の筋は見えませんが、どうやら穏やかではない様子。全然そんなことないですよ。素直に通してくれればこの場は穏やかに収まります。ということですが。ダメです、見過ごせば一大事になります。ふん、深夜が断言をするとなるとそういうことなのでしょうな。こんなか弱い女の子に3対1で寄ってたかってなんてひどいな。どの口が。やる気、諦めが悪いね。いいけど俺には勝てないって前回で学べなかった。さあ学んでいないのはどっちかな。
大丈夫ですか、ユーゴさん。ええ、無事ですよ、副長さんのおかげで。副長さん、ありがとうございます。はあ、彼女は引いたようですな。まさか手をかざしただけで爆発を起こせるとは。技術の発展は本当に目覚ましいですな。こんな暗記があるとは。油断いたしました。老体ではもう力不足にほかなりませんな。逃げられてしまいましたが、彼女の捕獲が空から依頼されたことに関係するのですね。はい。なるほど。確かにあの武器は危険。放置はさらなる由々しき事態を招きかねませんな。深夜、副長さん、くれぐれも気をつけて。私は大丈夫ですので。長さん、いえ、先輩、先ほどはありがとうございました。自重してもしきれません。先輩がいなかったらどうなっていたか。やっぱり俺はダメダメですね。ソラさんやユーゴさんみたいな素敵な人たちから大切にしてもらえる資格なんてないんです。普通はそうかもしれませんね。でも俺は無価値だから。本当は誰かに愛されたり大切にしてもらっちゃいけないから。ソラさんやユーゴさんみたいな人たちに囲まれてこんな幸せで優しいところにいちゃいけない人間だから。俺みたいなどうしようもない人間でもせめて立派な人の役に立てれば存在した意義があるだろうから。俺はもっと頑張らないといけないんです。金なんて吐いてる場合ですらないのに、すみません。ここも深淵とつながっているようだな。得意点のある異界につながる番号だ。感謝して使うがいい。泣いてる。私だって生まれてくるべきじゃなかった。誰にも愛されないのに生きる意味なんてないんだ。そう思うでしょ、あなたも。してくれてありがとう。少し生きる希望が湧いた。あなたのおかげで
私、頑張るから。まずは、あなたに愛してもらえるように。変わった女性に好かれたみたいですね、先輩。気にしないでね。校舎がこんな風になって、彼が物質棟の霧の中から出てこなくなって、私、心配で心配で追いかけてこの中まで探しに来たの。霧に入った人はみんな出てこなくなるから危険だって友達に止められたりもしたけど、手を振り払ってここまで来たの。だって、彼は私を愛してくれていたから。特別な人だから。でも、ようやく見つけた彼は私を見た途端に大声を上げて逃げ出しちゃったの。何度追いかけても何度捕まえても何度問い詰めても逃げて泣いてたから気づいたの。結局私は彼に愛されていなかったんだって。でしょ？じゃなかったら私から逃げるわけなんてないもん。たとえ霧のせいで普通じゃなくなっていたとしても、本当の愛があれば関係ないと思わない？愛は理性なんて関係ないんだもん。霧なんて関係なく心はきっと通じ合えるはず。だってほら今の私がそうでしょ。愛にまっすぐなあり方のまま霧の中にいるけど何も変わっていない。私は普通のまま、霧の影響を受けていない。これも全部君が声をかけてくれたおかげ。君に愛されたいって思えたおかげなんだ。希望が持てたから。君ならきっと私に嘘をついたりしないって、いつか私のことを心から愛してくれるって。過去のことはでももういいの。私が興味あるのは今。その方が真っ当でしょ。真っ当ね。私を知ってもっと愛して。そばにいる。
先輩、待ってください。この距離で電話に出たら、その人を異界での戦いに巻き込んでしまうかもしれません。先輩、なんとかこの場から遠ざけてくださいよ。だってこの人先輩にご執心っぽいですし、先輩が言ったら聞いてくれるかもしれませんよ。何？どうかしたの？え？嬉しいけど、いきなりそんな。本当に？嘘や冗談じゃなくて？だったら質問に答えて。私のことを本当に愛してくれてるなら、私のことをちゃんと知ってくれてるはずだから。私が好きなものは何でしょう？そう、そうだよ。私が好きなのはラプンツェル。愛される尊さを教えてくれる素敵な作品だから。じゃあ次は私の嫌いなものを答えて。うん、その通り。私が嫌いなのは人魚姫。愛されない惨めさと恐怖に吐きそうになってしまうから。最後の質問、私はどういう人が好みでしょう？しようもない状態でそれでも一緒にいてくれる、そのくらい私を愛してくれる人が好き。愛したい。質問に付き合ってくれてありがとう。君が私のことを十分に知ってくれていることは分かったよ。分かったから信じる。君が私のことを愛しているってこと。私も君が好き。愛してる。私を愛してくれている君が好き。うん、分かった。外で待ってるね。うん、当然じゃない。不安も不足も何もないもん。だって確かに君に愛されているんだから。確かに彼女のことをお願いしたのは俺ですけど、まさかこんな風に対処するなんて予想外でした。鬼、いや悪魔か。先輩、恋心をもてあそぶやり口ばかりしてるといつか痛い目見ますからね。霧の影響が消えたら異常者の時の記憶も一緒になくなればいいんですが、とにかく進みましょうか。大丈夫ですか？傷つけて殺
殺して。あんたは何が目的だったの？やっぱり清水先輩への復讐がしたかったの？私の目的、そうだね、大好きな人にこれ以上嫌われないこと、愛されること、心が離れないこと、あの人の願いを叶えてあげること、少しでも報われてほしいから。つまり愛のため。私の願いは命を懸けてあの人の幸福を叶え、あの人に再び愛されること、なんて。こんなことをして人に愛されるわけないのに。それもあんなクズのためだなんて。契約者らしい、いやあんたらしい、不可解で独りよがりな目的だ。わからなくていいの。君が知る必要のない、抱える必要のない思いなんだから。確かにね、わかる必要なんてない。あんたのことなんて俺には関係ないんだから。これで全部おしまい。あんたの願いもすっぱり諦めてもらう。そんな表情も綺麗で可愛いね。でも残念だけど終わらせない。教えてあげる、私の信じる愛が何か。凍らせたこの胸の冷たさと苦しみを。遠慮しとく、そういうのが間に合ってるから。行くぞ。諦めてる。それ、体とし異なものだ。よっ。でも私は罪だ。どっちだ。体とし、よっ、オーダーのままに。フォローします。女性、行く、行くぞ。やっぱり、俺なんて。体とし、どうだった？しろ、なってないのに。俺も、あんたも。ごめん。だけど、これで私は。私の愛をかたどる力が欲しい。理想を求める胸の焦がれの照明に、私の愛をかたどる力が欲しい。
不自然に歪む心の凍えの照明に夢を汚した。すべてを灰にするためにこの心の苦しみに見合うだけの熱を灰を溶かした。すべてを凍らせるためにこの心の苦しみに見合うだけの熱を与え奪い、あなたを、あなたを悲嘆から解き永遠の歓喜に結び止めるために心の温度をかたどる力が欲しい。失った私の夢の汚れを消し去り失ったあなたとの日々を取り戻すために。熱を操作する力、道理で氷の剣能も使えたわけだ。先輩、茜先輩を連れて戻りましょうか。体調に問題はないのに意識が戻らない。彼女も傲慢の契約者と同じ状態だ。イデアを破壊された影響とみて問題ないだろう。壊したイデアは2つなんだよね。他の誰かが残りの1つを壊してたとか、もしくは元から2つしかなかったとか。物質棟の D 区画はまだ霧が晴れていないそうです。霧が残ってるってことは対応しているイデアがまだ一つ残っているはずです。ならどうして。一橋くんの時は3つ全て壊すまで本人に影響はなかったのに。茜先輩のことは不可解ではありますが、D 区画の霧を調べて最後のイデアを壊しましょう。イデアがある限り霧は消えませんから。